うん、微妙だなこの服。え、本当に着たい服がないんだけど、どうしよう。私のクローゼットに今困った。もう昔の服は着れません。若すぎる。ピンクばっかり買っていた。そういうのはさ、たまに本当変わりたくなる時あるのよね。20代急にさ、全く違うテイストにしたくなる時あるよね。そう、若いうちなんて本当にある。もう1年おきにそうなる。そう、なんか韓国っぽい女の子になりたくなったり、めっちゃなんかお金持ってる女の子っぽくなりたくなったり、すっごいブリブリになりたくなったり、逆になんかちょっとボーイッシュになりたくなったり。そう、本当に若い時はそうだよ。モテそうな女の子になりたくなったり、とんでも変わります。だって洋服が決まんないだもん。限定だから厳しいわけよ。そういうことなくなってもいいよ。でも最近同じ洋服ばっか着てんだもん。服がお気に入りだから。そうなんだよ、気に入った服ばっかリピートしちゃうんだよ。いやだ、水色じゃない今。はあ、だからさ、何色マジで。白か。この帽子。この帽子。もうちょっと夏楽しみなさいよって感じだよ。え、違う、だってもう9月インスタの話してんだよ私。知らねえ。え、早くない？10時でしょ。可愛いよね。まあね、テイスト変えるとマジ一気に変えたくなるから。いや、マジでしすぎ私今。変えたくなっちゃうのね。まあ、あなたはしないけど。違うよ、でもしちゃったもん。ちょっとなんかさ、ペラペラのレシピチャカして。ゴールドって時計。ゴールドって時計で。え、私ね、昨日何で稽古したっけ。もうなんか大人っぽすぎない急に。お姉ちゃんのさ、プラダの時だけど、ゾンビっていたよね。だからなんか捨てちゃったみたいな。シーンってなったよね。はとか金なら返さない。返す。プラダの時計捨てたってどういうこと。うん、ドンビーた。ママもそういうことするから。さすがは。じゃあそろそろ行ってきたいと思います。
三千円なぎさん、9位そのみさん、8位スコットプレジーノさん、3位バホさん、2位トトちゃんさん、1位大輝くんです。本当にごめんなさい。ちょっと夜ちゃんとした配信します。ではママに時計を借りて行ってきます。